疲れ様です。よかった。いや流れ変えようと思って、気持ちだけ前々で、はい、そうですね、まあ、あそこ勝負だったんで、あそこ取っとかんとね、もう、うん、まあ仕掛けれたら仕掛けようと思ったんですけど、前も取るのが取れてるか狙いの、まあ、いやでももう全部頭でもう展開作ってたんで、うん、あとはもう相手がどこで勝負来るかそこだけ引かんようにしとこうと思って、もうしょうがないとこはしょうがないんで、まあうまく流れが向いたので、気持ちよく一着取れました。そうですね、うん、慌てないで行ったんでよかったです、うん、ギアは今の感じ良さそうですか。そのまあ一着やったしあんまり気にならなかったですね、うん、動きも楽でしたし、3-3まで上げるかどうかちょっと、いや、うん、このままで、もうこのままで、はい、とりあえずは、まあ、とりあえず、まあ、でも気持ち入れて、そうですね、今で勝負するのがこの最近の、いやもう今年情けないレースばっかりやったけんが、うん、ここで絶対流れ変えようと思って、うん、まあ気持ちだけです、大きいところで結果もついてくればまた、そうですね、ワンランク、はい、ちょっと上目指して頑張ります。ここで結果残していけば、そうですよね、地元記念の責任感じゃないですけど、いやもう、流れというか、はい、絶対流れ作らない関係自分で、うん、まあ G1 で初めて1着やったのよかったです。あ、はい、そうか、はい、2着は何回かあったんですよ、レンガ並みとかは、ただやっぱなかなか1着っていうのは難しくて、最後小野さんに刺されようそうになったし、うん、そこ気持ち乗り切れてる、はい、そうですね、まあ、うん、まあよかったです、伝わってくるものがあります、はい、この気持ちで頑張ります。